おはようございます。今日はエリクシールさんとのコラボ動画です。お休みなのでちょっと一日の様子を撮りながらスキンケアの紹介もしていけたらなと思います。では早速朝のスキンケアから始めていきたいと思います。やめてよこの。今はエリクシールのファーストエイジングケアシリーズをライン使いしてます。ちょっと今年30歳になるのでエイジングケアがすごく気になっていて、あと鼻の毛穴が気になるので毛穴が気になった時がエイジングケアの始め時と聞いたので、ここ半年ぐらい頑張ってスキンケアをしています。でまず化粧水、こちらエリクシールルフレバランシングウォーター、こちらの化粧水はスキンバランス処方で皮脂と水分のバランスを整えて毛穴まで目立たない肌を目指せるっていう化粧水です。はい、こちら。なんかベタつかないけどしっかり馴染んでくれる感じのテクスチャーです。私は何回か重ね付けするのが好きなので重ねていきたいと思います。あんまりこすらないようにちなみに毛穴の原因は皮脂と水分のバランス崩れが原因で、毛穴をそのままにしてしまうと将来の肌にも影響してしまうみたいです。皮脂と水分のバランスを整えて潤いで満たすお手入れが大切らしいです。だいたい3回ぐらいつけます私は。首とかね、手とかも年齢が出やすいのでしっかりつけていきます。やっぱりエリクシールといえばツヤ玉だと思うんですけど、ツヤ玉を継続させるためには毎日の化粧水乳液の習慣的なケアが最重要らしいので、はい、やっぱりこの辺りにツヤ玉があるとまあそこツヤ玉があると肌が綺麗に見えますよね。こんな感じかな。続きまして、じゃん、おしろいミルク。こちらは朝用乳液なので化粧水の後に使えるんです。これは毛穴とかテカリを自然にカバーしてくれて、で SPF50+PA4+ で化粧下地としても使えるので忙しい朝のお助けアイテムだと思います。で今私はファンデーションを塗る日用を使ってるんですけど、ファンデーション塗らない日用もあって、こっちもSPF50+PA4+ なので、カバー力もあるので、なんか化粧水乳液をしただけで外に出られるってすごい嬉しいなと思うのでおすすめアイテムです。結構ね伸びがいい感じです。サラッとした感じ。本当になんか色ムラとか毛穴とかを自然にカバーしてくれるので、すごい助けられてるこのアイテムには。
な感じ。ではメイクをしてお出かけをしたいと思います。自撮り棒忘れちゃった。なんかうどん一人で食べてたから恥ずかしくてカメラ回せませんでした。でも美味しかった。なんかいつもよりメイク崩れもしてない気がする。普段だったらもうここがパンダみたいになってくるから。帰ります。止まってるよ、これ。この、どうやってそこまで通ったの？コムさん、どうにハマってるよ。では、お風呂も上がったので、夜のスキンケアをしていきたいと思います。まず化粧水。朝と同じエリクシールのものを使っていきます。夜も結構しっかり保湿するのが私は好きなので何回かつけていきます。はい、続いて乳液、
エリクシールルフレバランシングミルクを使っていきます。これもベタつかなくて伸びがいいし、だからマッサージとかもすごいしやすいし、でもしっとりしてて香りも主張がなくて使いやすいので好きです。朝はお白いミルクを使って、夜はこっちの乳液を使うって感じです。そして最後にこちら、おやすみマスク。これね、前にもインスタグラムで紹介したと思うんですけど、本当に画期的だと思うんですよ。なんか塗るパックなのでゴミも出ないからエコだし、寝てる間にもうケアできるっていうのがすごいありがたいなと思ってお気に入りです。だいたい週 2,3 回ぐらい使ってます。で、2センチぐらいを出して、毛穴が気になるところに優しく撫でながら全体に広げていくっていう感じです。私は鼻の毛穴が気になるので、鼻を中心に全体に広げていきます。すごくないですか、このツヤ玉。はい、最近はこんな感じでスキンケアをしています。約1ヶ月ぐらいこのスキンケアを続けてるんですけど、ベタつかないけどしっとりした使用感で続けやすいので気に入ってます。本当はね、このライン使いをするのがおすすめなんですけど、ちょっとハードルが高いなっていう方は気に入ったアイテムをピックアップして、で他は今使ってるものを継続しつつっていう感じでもいいんじゃないかなと思います。どれもおすすめ。はい、こんな感じで最近のスキンケアでした。気になった方はぜひ試してみてください。最後まで見ていただいてありがとうございました。おやすみ。